こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、修理とかの話じゃなくてですね、最近始めたことなんですけれども、歴史の今勉強しております。それでですね、このようにね、高校の歴史の教科書なんかも変わってですね、今勉強している最中です。そのきっかけはですね、前にも話したんですけれども、去年2017年の秋にですね、新潟の方に行きまして、実はですね、私のおばあちゃん、母方のおばあちゃんのですね、実家が新潟のどこだ、上越の方なんですよ。上越の方がおばあちゃんのね、実家なんですよ。で、上越、おばあちゃんの実家の方の、私のですね、ひいおじいちゃんとひいおじいちゃんですね、それのまあお墓があってですね、まあ実家もまだ残ってるんですよね。おばあちゃんの実家も残ってるんですよ。で、去年の5月にですね、実は夜ね、夢を見ましてね、おじいちゃんの、おじいちゃんじゃない、おじいちゃん、ちょっと待ってください。おばあちゃんのお父さんはおじいちゃんのおじいちゃんだから、ひいじいさんですよね。ひいじいさん、その親だからひいおじいさんなのか。はい。明治、多分明治生まれだと思うんですけどね、実家がありましてね。で、そのひいおじいちゃんにあたるおじいちゃんのね、夢を見まして、そのおじいちゃんがね、おじいちゃん、ひいおじいさんですね。私最初ひいおじいさんだと思ってたんですけど、ちょっと実家に行ったらですね、どうもひいおじいさんじゃなくてひいおじいさんだったっていうことが分かりまして、で、ひげをですね、長く伸ばしたですね、おじいさんなんですけど、実はね、新潟のまあそこのですね、村ができる時にね、村ですよね、村がこう合併して新しい村が出るとできる時の、村長さんだった、初代村長さんっていうことでね、今はその村はもうなくなっちゃってるんですけど、その時に合併に、そこの合併にですね、力を尽くした、人で、それで合併して新しい村が出てきた、できた時の初代村長さんになったらしいんですけどね、それでね、そういう話も聞きたくてですね、まあ夢にも出てきたんで行って、実感でまあ写真とかもね、見ててもらって、でそれで裏山にね、もう遅いつるつる滑った、ちょうど台風の時だったんでね、滑りやすい道をどんどんと5分から10分ぐらいかな、もう山道ですね、完全にね、まあ車とか通れるようなじゃなくて、どちらかというと何て言うんですかね、ほんと獣道に近いようなところをずっと10分ぐらいかな、歩ってきましてね、途中滑ったりなんかしてね、尻もついて大変だったりしたんですけど、そこでですね、古いですね、お墓があって、ここだよっていうことでですね、まあ実家の当主の人に案内されて行ったんですけど、それでまあちょっとね、お祈りっていうか してきまして、実際に手を洗ってきたんですけど、それでですね、その時に実はこう前にも話したんですけど、僕はですね、車で旅行するんですけど、ほとんどね、それでまあ僕の性格上ね、行き当たりばっかりなんですよ。何にもですね、予定立てずに行くんで、宿とかも全然取らないんですよね。なので思いついたところっていうかですね、まあ道の駅でね、そのまま寝ちゃってですね、車中泊するっていうのがほとんどなんですけど、それでまあ車中泊してですね、起きたらですね、実は田中角栄の記念館が目の前にあったんですよね。はい。それでまあそこの横に日中友好
記念公演みたいなね、ちょっとね夜はなんかイルミネーションしたりしてですね、結構派手なとこだったんですけど、それがあってですね、そうこうしてるうちに、まあ家帰ってね YouTube 見たらですね、そしたらなんか去年かな、新しい本が出たということで、田中角栄、こそが、対中売国者であるっていうね、これ鬼塚さんという人ですね、鬼塚秀樹っていう人ですかね、はい、この本がですね、去年じゃなくて、あ、去年、一昨年なのか、ですね、2016年の3月15日に出てるんですね。で、これ出てですね、すぐにこの人亡くなってるみたいなんですよ。もう本当にすぐ亡くなったみたいです。これは最後に、もうどうしても書き残しておかなきゃいけないということで書いて、それで亡くなっちゃったんですよね。ここに書いてありますね。亡くなったのがですね、2016年の1月25日に亡くなってるんです。ここに載ってますけど、ちょっと見るかな。ここね、1月25日に亡くなっててですね、これが出版されたのが、これですね、2016年の3月15日っていうことですね。これがね、まあ、どうしても書き残しておかなきゃいけないということでね、書いた本なんですね。それで、まあ、これは、まあ、ざっとね、これ、また、こういう本なんですけど、ね、アマゾンとかでね、プレビューとか見てもらえば分かるんですけど、これはですね、元になってるのが佐藤真一郎っていうですね、人、これは中国からですね、引き上げてきて、それで、まあ、中国にですね、かなりのこう人脈があったもんですから、それを元にいろんなこう裏の情報とかがね集まっててですね、それをですね、総理秘密報告書っていうことでですね、総理の官邸にですね、毎月ですね報告書を上げてたみたいなんですよ。その報告書を元にしてですね、こう書かれたのがこの本ですね。なのでこの、中国スパイにっていう、こういう項目がありますけどね、そういう、まあ、スパイというか表じゃなくて裏でですね、歴史の裏で何が行われていたかっていう話が書いてあります。この中の、まあ、これ中心なのはやっぱり、田中角栄なんですけど、田中角栄の、まあ、金脈というかですね、その中にですね、こう一番あの大きい話としてはですね、日中友好上、国交正常化の時にですね、中国に対して、3000億円の、資金提供があったということなんですね。それに、伴ってですね、どうもこの中に書いてあるのは、その 10% が、リベートとして田中角栄が受け取っていたと。その300億円を元にしてですね、政界に働きかけて、君臨したというのがですね、この大筋ですね。はい。その中でね、ちょっと面白いなと思って、まあ、この中身はね、まあ、またこうまとめたらできるかもしれないし、これちょっと読んでもらってもいいと思うんですけど、結構ね、難しいんですよ、話の内容がね。それで、まあ、それを理解するのにね、やっぱ歴史的な背景も知らなくちゃいけないということで、歴史を、まあ、ほとんどね勉強してなかったんで、もう一からですね、やり直してですね、勉強しようかなということでですね始めています。そんで何ですかね、まあ、いろんな話が出てくるんですけど、で結局はですね、こう中国にですね、資金、まあ、その日中、国交正常化の時っていうのは中国はほとんど外貨がなくてですね、もう非常に危ない状態だと。で日本が救ったというような形なんですね、その3000億円
を出すことでね、そのお金がですね結局は回り回ってですね、今の尖閣とかね、そういう、まあ、軍ですね、中国軍の、まあ、あの拡大につながっているという、その要するに日本はですね自分で自分の首を絞めてるという、ことなんですよ。またこれね、まあ、今回はこれの紹介ではないんで、またねちょっとまとめたら非常に面白いですよね。ただこれちょっと今ね2回ほど読んだんですけど、まだちょっとよくわかんないところがあります。だからっていうのはこれ書き文章自体が難しいっていうか、ちょっとわかりにくく書いてあるのと、ちょっと学者的に書いたのかな。なのでストーリーとしてはですねちょっとわかりにくいんですよ。それとやはりですねこの時代背景っていうのを知らないとですね、よく理解できないところがあります。はい、それでですね今回は、始めたのはこれを読み解くっていうところから始まってですね、日本史、読みまして、それでですねこの話でもよく出てくるし、最近ね、よく、まあ、政治系、僕は政治系ちょっとあんまりやりたくないんですけど、というよりもどちらかというと歴史ね、真実っていうかね、昔歴史としてどういうことがあったのか、今あのこう間違った歴史を学んでいないかっていうこともあってですねやってるんですね、それがですね今後の判断になればいいなと思ってます。僕自体プロパガンダ的なことをやりたいとは思わないし、いろんな思想があって正しいと思うんですけど、事実は事実としてですね、ちゃんと理解するってことは大事だと思うんでね、これからですね、まあ、自分が納得するために、まあ、歴史を勉強しようと思ってるんですけどね、その中で、まあ、気がついたこととかですね、順次こうレポートするのもいいかなと思ってます。その中でですね最近よく聞かれる話で地政学っていうのが出てきますよね。地政学、よくねあの分かったように使うんですけど、地政学ってなんだろうっていうことでまだちょっと読み始めてないんですけど、こういう悪の、論理っていう本を、まあ、これアマゾンでね安く買いました。で、地政学っていうのは、ゲオポリティックっていうのかなっていうらしいんですよ。で地政学は地理政治学の略らしいですね。はい、でこの本とですね、まあ、地政学に関してこの本とですね、実はこの本もうこの、田中角栄こそが対中、売国者であるの本の中に出てくるんですよ。その引用で出てくるんですけど、それがですね、まあ、真悪の論理の中に書いてある内容がこう出てくるんですね。なのでちょっとその引用を読んでもですね、まあ、今動いてる社会っていうかね、歴史もそうですけど、よくね陰謀説とかいろいろ言いますよね。僕は陰謀説そのものを信じてるわけじゃないんですけど、その陰謀説がもしこうあるとすればね、あるとすればというと言い方をしかしいんですけどね、やっぱりねこういうね地政学的なものとかね、そういった影の論理ですね、影の理屈というかですね、影の法則、表には見えない法則ですね。例えばまあ万有引力とかね、そういうので例えばですね、まあ、惑星の運動なんかをニュートンの万有引力で解くことができるんですけど、ぐる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 回ってるのは分かってても、それを理解するにはですね、こうそれを軌道とかですね、そういうのを計算するには万有引力っていう法則を知らなくちゃいけないですね。要するに歴史が流れる裏ではですね、誰かが陰謀でどっかのね、よく出てくるな、フリーメイソンですか、そういったですね、なんていうの、秘密結社みたいなね、そういうのが裏でっていうことを言ってたりすることがあるんですけど、僕はそれ自体はあんまりねちょっと信憑性がないように思うんですけど、だけれどもですね、
人の行動でも何かのものの動きでも必ずその裏にはですね法則っていうのがあるんですよね。人の心のこう動きを見ようとした時には心理学的なものも必要ですし、星とかですね物体の運動を見ようとした時にはですね、やはり万有引力であるとかですね、例えば原子力のこうですねこうエネルギーのねこ、まあ、動きっていうかね、現象を捉えようとした時には例えば量子力学が必要というかね。じゃあ量子力学って何なのかって、僕法則っていうこと自体が何なのかわからないんですけれども、そういう法則、僕はまあ心理学でもやってるわけですけれども、の方もやってるわけですけど、心理的に言うとですねこう人間というのは一つこうなんか現象があるとですねその裏っていうかですねその意図みたいのを見ようとするんですよ、思惑みたいなね。ただ単純にボールが転がったとしてもですね、人間というのはそれが動物っていうか動きのある意志のあるものとして捉えがちなんですよ。要するにそういった裏で動いてるって裏っていうかですね目に見えない法則をね人っていうのが見た時に感じた時にね、それをある意味神とかですね、陰謀とかですね秘密結社とかね、そういうところにつなげていって人間というのは自分が理解できないことをに遭遇するとですねある意味人のせいにしてしまうんですよねそういう面があります。なので歴史の、裏というかですね歴史を動かしている一つの理論としてですね、まあこの地政学っていうのがあるのかなと思って、地政学も、今ねこれからね勉強していきます。はい、そしてですね歴史に戻るんですけど、じゃあ日本の歴史は知ってるかっていうと、まあこう日本史一応ねこうざっと言っても読みました。だけれどもですね今騒がれてる例えば拉致問題については一言も書いてないですね。これね一番最後に出てくるのが最後がねどのくらいかな、80年代ぐらいのことは書いてあるんですけどね、まあこれで言うともう2005年のこれはなんだこれ、こう為替ですね、為替変動なんかは2005年まで書いてあるんですけど拉致問題とかね、韓国の問題は一切ないですね。で中国の問題もないですね、書いてないですね。そしてまあ読み飛ばしてるかもしれないですけれども、特に言われてますね、言われてないですね。本当にねざっと例えばよく南京大虐殺なんていうところもあってですねどっかでやると思うんですけど、その辺に関してもですねなんか虐殺ってた虐殺っていうかまあそういうことがあったっていう一行ぐらいでしたね、書いてあるのはね。その内容については全く書いてないですね。あとはどこだっけな、どっかにあったんですけどちょっとどこに書いてあったのか忘れちゃったんですけど、やっぱり大正12年だったっけな、関東大震災の時のね、韓国朝鮮大虐殺みたいなね、ああいうのもですねちらっとですね書いてあるんですけど、まあほとんど書いてないんですよだ今問題になってるっていうかですね、今よく騒がれてるようなことっていうのはですねほとんど書いてなくてですね、みんなこう、当たり障りのないというかですねあまり意味のないことの方が多いんじゃないかなっていう気がしてますね。なのでもこれはですから背景としてのベースとしてねこう、持っておきながら、やっぱりいろんな、事象っていうかですねいろんな出来事をもうちょっと深く、やらないといけないですね。そしてですね、まあ
うん、ね、大体ね、こう、半分ちょっとぐらい、これ見ると、ここがね、ここからあと、ここからあとがですね、こっちの場合はね、これが近代なんですよ。だから、ですね、明治維新からがここですね。あとはまあ江戸時代とかですね、それより前のですね、縄文時代とかね、この辺になっちゃうんですけれども、やっぱりね、今っていうか未来にね、つなげようとした時に大事なのはやっぱこのですね、明治以降かなという気もしますね。だからここの部分もね、やっぱもっとね、例えば日本史もね、2つに分けてね、こっちの部分って古いものはね、もっと少なくていいような気がするんですけどね、あんまり今生きる上であんまりこう影響ないかなと、もっと簡単にしちゃっていいような気がする。その代わりにですね、この明治以降ですね、以降、特にまあ大正、明治もそうですけど、明治大正あたりからかな、やっぱりもうちょっとですね、事例とかですね、ちゃんと入れておかないといけないかなと思いますね。まあこの辺をね、これからですね、何度か読み直して、確かね、百田さんがね、百田直樹さんがこの前虎ノ門ニュースで言ってたんですけど、どうやらね、僕と同じ頃ね、角田さん読んでたみたいで、僕よりももっと前に読んでたかな、日本史読んだらしいんですけど、つまらんねって言ってましたけど、僕も同じです、つまらんです。中に書いてある内容はやっぱり読み物としては面白くないんですよね。だから問題意識を持って読めば読めるんだろうと思うんですけど、やっぱりね、もうちょっとね、工夫がやっぱ必要だと思いますね。世界史の方もそうですね。世界史の方も、事柄がね、ずっと今書かれてるだけでですね、物語的ではないんで、まあ非常に読みにくい。あとですね、気がついた、世界史で気がついたのは、もう本当に全部、まあ戦争の歴史ってよく言いますけど、歴史はね、もうまさにそうですね。どこの国がどこを奪ったとかですね、そういう話ばっかりなんですよ。もうほとんどそこですね。なんか要するにこれ読んでるとですね、よく巷に言うように、ま本当にね、なんて言うんだろう、戦争が文化を作ってるっていうかですね、戦争によってですね、歴史が、描かれてるという、ほとんどそうですね。どこどこ、まあ中国もそうですし、ヨーロッパもそうですし、もね、イスラムなんかもそうですけれども、みんなね、こう土地の奪い合いですね。で、まあ明治に入って、その頃ですね、やっぱり植民地ですね、植民地としてですね、またヨーロッパ、西洋がですね、アジアやですね、アフリカをまあ占領してってですね、支配していくっていう、そういうね、なんかね、利権の奪い合いですね、土地も含めて貿易とかの利権の奪い合い、要するに戦いですね、争いで、こう争い、ほとんど争いばっかりで歴史が動いてるような気がしますよね。ちょっとね、それがね、ちょっとね、悲しいなって思いながらちょっと見てみました。で、じゃあですね、日本にいて歴史、こう知らない歴史、一つはですね、日本の周りで例えば朝鮮半島の歴史って、まあ習おうとしたら世界史か日本史の中ちょっとなんですね、ほんのちょっとですね。なのでちょっと触りとしてですね、まあまずこう入り口として、
適当にね、朝鮮の歴史っていうのを、買ってみました。うん、これもちょっと読んでみて、ね、本当に1行か2行かしか書いてないものから判断するってことはできないんで、でこういうのもね、やっぱ変更とかいろんな歴史的な影響を受けてですね、書かれてる内容も違うと思うんで、それはもう後からですね、いろいろと修正して、修正っていうかですね、またね、深く、他の本なりね、資料を調べて補っていきたいと思います。あとね、日本で一番近い国ですね、大事な国だと思うんですけれども、台湾の歴史ですね、それもですね、全然知らないっていうことに気がつきましてですね、私だけかもしれないですけど、さっきの田中角栄のこの本の中にも出てくるんですよ。日中、国交正常化で起きたことなんで、まあお金とか援助の話はまあ一つありますけど、あの時に大きい問題としてですね、台湾の問題が上がってたんですよね。実は、その頃はですね、台湾が中国の正当な、後継者、後継 政権っていうことでね、中国のね、国民党ですか、国民党が正式だと、世界的にね、そうなっててですね、国連に入ってたのもですね、この台湾なんですよね。台湾の国民党政権が、第二次世界大戦後のですね、国際連合に加盟しててですね、今の中国共産党は国連に加盟してないんですよ。加盟してなかった、その頃ね。で、国民党政権が加盟してたらしいんですよね。で、そんで国民党政権の台湾にですね、今でいうこう安保理のですね、常任理事国だったらしい。僕も細かくはよく知らないんでね、間違ってるかもしれないですけど、書いてあるところによると、台湾こそがですね、その頃のはですね、世界的な認知としてですね、台湾の国民党が安保理のですね、常任理事国だったということなんですよね。はい。それでこの日中正常化の時にですね、アメリカと日本がですね、結局中国と国交正常化することによってですね、韓国をですね、こう認めない、国として認めない形に取っちゃったんですね。それら辺いろいろな話があるみたいなんですけど、それが1972年らしいんですよ。面白いのは、田中角栄が中国に行って国交正常化する1972年にですね、やはりですね、アメリカも同じことをしてるんですよね。アメリカも、要するに台湾が国じゃなくて、台湾じゃなくて中国共産党の方を、国として認めて、それによってですね、国連の常任理事国がですね、今の中国、要するに中華人民共和国ですかが、国連理事国入りしたということで、だから見方を変えるとですね、中国が常任理事国になったのはですね、戦後っていうかですね、1972年以降ということになりますね。そういう意味からしてもですね、ある意味1972年その前後あたりはですね、やっぱり今の日本がある大元になった時期でもあるような気がしますね。そこに絡んでるのが中心人物として田中角栄とかですね、その中にいろいろと出てきます。河野洋平なんかもね、出てきますね。なんかちょっとね、中国のスパイ的な記述の中に出てきたりもします。はい。
コーヌ談話とかねありますよね。あの辺で出てきたりします。そういったまあ裏のこう情報とかがねこの本に書いてあって、それの裏付けというかですね、そのバックボーンをちょっとさ探すのにね、いろんな本を読んでます。で、台湾の歴史僕も知りませんでした。台湾はざっと言うと、僕も今まだ読んでないんであれなんですけど、昔は台湾という国があってですね、でそこに、まあ、日本統治した時代があって、第二次世界大戦で日本が負けた時に、負けて、そして国民党、中国の国民党と共産党が争って、ほんで敗れてですね、誰でしたっけ、毛沢東が勝って、そして蒋介石か、蒋介石、国民党の蒋介石ね、それまでは中国の正当な政権だった蒋介石の国民党が中国に逃げてって、そこで、まあ、なんで支配というか、まあ、合同して、まあ、融合してっていうかですね、なってるみたいですね。だからもう詳しく分かんないですけど、今の台湾っていうのは、その国民党の、要するに中国大陸から来た国民党と、もっと国民党由来の人たちと、どうも昔からの台湾にいた人たち、こう、その人たちを、まあ、昔から台湾にいた人たちは、日本の統治下のことをよく知ってる、そういったこう2つの、まあ、ざっと大雑把に言うと2つの勢力っていうかですね、2つのまあ組織っていうか、なんていうんですかね、そういうの分かれるようなことは書いてました。なのでまあそれでまあ台湾というのは非常に親、日的な、国で、まあ東北大震災の時にもですね、多額な援助をですね、もう速やかにねしてくれた、非常に日本としては恩のある国ですよね。そこをある意味田中角栄が裏切ったっていうことがここに書いてあるんですね。でその時にですね、日本にとって大事なこともこう台湾がやってるんですよ。日本が戦争に負けてね、賠償責任を台湾の蒋介石がですね、放棄してくれたっていうこともあります。ただね、蒋介石に関して言えばね、非常にね、こう僕がちっちゃっと見た感じではこう賛否両論というかね、そういう結果がありますね。で蒋介石がね、若い頃日本軍 に日本軍の将校かな、なんかだったらしいんですよ。その時に働いてたところがですね、実は新潟だということでね、僕の、まあ、ご先祖さんも新潟なんですけどね、だからそういったちょっとね、面白いつながりっていうかですね、そういうのを感じてしまってですね、まあ、台湾も行ったことないんでね、もう行きたいところたくさんあるんですけどね、はい、と、まあ、これ台湾の歴史もですね、ちょっと、学ばらしてですね。そしてですね、もっと大事な歴史、僕も知らない歴史なんですけど、このね、沖縄ですね。今沖縄、僕今年ぜひとも行きたいと思ってるんですけど、沖縄ね、沖縄の歴史、この前も村越じゃなくて村じゃないから忘れちゃったけどね、どうでもいいんですけど、どうでもいい人がですね、確かね、沖縄は、中国から日本が奪ったものだっていうことを書いてあって、それほどね、やっぱりね、沖縄ちょっとね、まあ僕なんか東京に住んでるんで、こうやっぱり離れてる、距離的に離れてるっていうこともあるのかもしれないですけど、決して沖縄が嫌いとかですね、沖縄がこう無視してるわけじゃないんですけど、やはり遠いんでちょっと行ったり来たりっていうのできない関係で、どうしてもねこう意識が向かないんで、積極的にね向けなくちゃいけなくて、沖縄すっごい大事な、ところなんですね。さっき言ったですね、この地政学っていうね、こういうのから見てもですね、もう非常に大事な、エリアというかね、尖閣とかですね、沖縄っていうのは
日本のですね、ある意味外国との要なんですよね。だからこう何とかしなくていけないんじゃないかっていう、まあ歴史的なね流れも含めてですね、ちょっと感じて、じゃあ本当どうなのかっていうところね、まあこれ皮切りなんでね、これだけで終わるんじゃなくてですね、どんどん調べていかなきゃいけないんですけど、どうしてもね、あの入り口がやっぱり必要なんですよ。どんな本でもいいですし、どんな入り口でもいいんですよ。まず入ってみないとことが進まないんでね、まあ入ってみないとっていうよりも、ともかく動いてもいないとね、こう、いい本、まずいい本を探そうと思うと、もうそこで挫折しちゃうんですよ。どれがいいか分かんないから、みんなに調べ聞くんですよね。そうするといろんな人がいろんな意見して、また分かんなくなっちゃうんですよ。だからともかく何でもいいから決めるっていうことですね。でもうタイトルだけで見てるんでどうか分かんない。よく、まあアマゾンで沖縄歴史で調べたらですね、大体がですね、第二次世界大戦ぐらいからの歴史が多いんですよ。そういうのが漫画で書いてたりとかするんで、それはちょっと違うだろうなと思って、全体が知りたいということでですね、この沖縄の歴史と文化っていう本を見ました。内容的にはどうかはちょっと全然わかりません。ただね、確かこのアマゾンの中でもそうだったんですけど、沖縄の歴史っていうことでですね、こう縄文時代からこう書いてあるんですね。こう縄文時代、ちょっと見にくいですけどね、新石器時代の沖縄とかね、ここら辺ね書いてありますね、新石器時代。はい、なのでまあ全体をとりあえず見るのが一番いいかなと思って、とりあえずこれを買いました。この中でちょっと疑問があるところは、また細かいですね、本を、本かネットでいろいろ調べていきたいと思います。あとですね、今こう来月、あともう2週間切ってんのかな、今日は26日かな、1月26日なんで、もうあと2週間ばかりでピョンチャンオリンピックなんですけど、じゃあ韓国のこと、あ、さっき韓国の歴史って言ってましたね。韓国もう全然知らないですね。あの世界史、日本史にちらっと出てきた韓国しか知らない。で、まあ歴史これ見ます。それとですね、あと僕心理学の方なんで、やっぱりね、今ですね、こう意識の違いですね、韓国と日本の意識の違いとか、そういうので、やっぱりね、教育っていうのは非常に大事なんですよ。じゃあですね、今あの歴史問題で韓国とですね、まあ慰安婦とかいろんなありますけれども、ちょっといろんな面でね、歴史の間でこうギャップがあるんですよね。じゃあその韓国のですね、教科書にはどう載ってるのか、歴史はね、その辺、それとですね、まあ日本のこの歴史ね、日本の教科書に書いてる韓国っていうかですね、歴史ですね、とどう違うのか、日本が考えてる、まあ教育に受けてる、歴史とですね、韓国の人たちが、歴史どういうふうに学んでるのかっていうのはちょっと気になってたんですけど、そしたらこういう本があるんですね。これもアマゾンで買ったんですけど、これね、これまだ読んでないです。これから読みます。これ、朝鮮学校、歴史教科書を読むっていうのが、これはね、なんかね、向こうの教科書を翻訳してコメントとか入れて書いてるということで、ちょっと読んだんです。見たんでね、これ全部書いてあるかどうかちょっと分かんないんで、もうとりあえずね、買ってみて読んでみようかと思いました。はい、僕はあんまりね、政治的なものな、ちょっとやりたくないんで、よく YouTube でも政治系 YouTuber とかね、いますよね。僕も見ますけれども、自分自身でね、そういうプロパガンダ的なっていうか、政治的な宣伝とかしたくないんで、そういうのじゃなくてね、もっと歴史的な事実がどうなのかっていうことね、
こういう事実が書いてありますとかですね、こういう事実がありましたっていうようなことだけね、伝えていければいいなと思ってます。別に政治とか宗教ってやりたいと思ってないんでね、僕はもう、心理学系とですね、技術系、それに、絞って、ある意味絞ってるんですけど、その周りとしてね、こういった心理的な要因がどっから来るのかっていうのを知る上でね、歴史っていうのも大事でね、一人の中の歴史っていうのも、現在とかその人がこう例えば何かで良くなっていくための、キーワードっていうかですね、この何ですかね、そういうものっていうのはその人が生きてきた過去にあるんですよね。あとはその、過去、その人の周りの環境とかね、で、今の環境とかね、そういうのが関係してこう未来が作っていくんで、その辺を全部っていうかですね、補っていかないとですね、今を理解することもできないし、それじゃあ未来も予測することができない。じゃあ今現在を知らないとですね、未来を、うまくコントロールっていうかですね、未来をこう切り開いていくことができないんで、それがあってね、こういうのを読み始めています。まだどんどん本が増えると思うんですけど、ちょっと歴史を中心にして、人の心、社会っていうのを、考察しながらですね、考えながらですね、逆に心理学から見てですね、歴史とかですね、社会っていうのを、見ていくっていうのも面白いかなと思ってですね、自分が納得するために必要なものをちょっと、揃えて調べていきたいと思います。また自分が納得したらですね、それを YouTube の方に、レポートとしてですね、上げてみたいと思います。はい、ということでね、今回は歴史を勉強し始めましたという報告でした。そんなところですね。ちょっとね、うんちの話とかね、これからちょっと後でっていうかですね、もうちょっとやりますんで、やるって言いながらね、真面目にうんちの話をしたいと思いますんでね、そういうちょっと面白いなという方、チャンネル登録ぜひお願いします。いろんなことをねやってますんでね、さっきもタブレットね、やっとですね、手きれいになりました。前回の動画見てもらうと分かるんですけど、ベトベトでね、液晶の画面、捨てました。危険物で捨てました。もうベトベトになっちゃうね。で、ケースなんかももうベトベトだったので、今、もうちょっと終わるんですけど、ちょっと拭いてですね、予備部品としてちょっとね、整理しておきたいと思って、ちょっと今、掃除してます。はい。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。なかなかね、編集したくてもですね、いろんなことこういう調べ物とか多くてね、依頼品とかでね、修理も多かったりとか、いろいろあってね、誰かね、本当は、もっとうまくいけばですね、編集誰かにしてもらって、ね、やればいいんでしょうけれども、今の現在、自分で編集して、なおかつですね、パソコンがですね、Windows 10なんですけれども、初期のバージョンなんでね、あんまり早くないんですよ。だから、ちょっとね、編集するとね、めちゃくちゃ時間かかってましたね。なので、ほとんど編集しないで、ノーカットでやってます。だから捏造ないんですけどね捏造もしようがないんですけれども、ほとんどこれも1本でノーカットなんですけどね、はい。ちょっと見にくいところとかですね、たくさんあると思います。別に、それでいいとは思ってないんですけれども、なかなかねできないこと、他にやらなきゃいけないこともありますんで、動画編集に関しては、全然ダメだと思ってます、自分でね、なので、どんどん飛ばしてください。
つまんないなと思ったものはもうブチって切っていただいて結構なんでね、そういう形でね、また面白いことが当たった時のためにね登録していただけるとありがたいと思います。はい、登録者ね今ね4200なんですけどね、ぐらいになったかな、うん、もうちょっと欲しいですやっぱり、ね、登録者が増えていくとですねやっぱ嬉しいですよ、うん、やってても張り合いになりますしね、うん、なので、うん、できればねチャンネル登録していただけるとありがたいです。うん、どうもありがとうございました。失礼します。ナオリンでした。